皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。ニュースプレゼンターのアンドロイドっぽい何かナンバーセブンこと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そして分かりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。量子コンピューターによる初の試み、真空崩壊、仮定が正しければ起こりうることが判明。リーズ大学の研究チームは、場の量子論的解釈における、この宇宙が微真空であるという仮定のもとにおいて、完全な安定状態である真の真空状態がトンネル効果によりこの宇宙に出現することにより、この宇宙の構造が根本から破壊されるという真空崩壊という事象について、既存の一連の解の中から最善の解を見つけるという最適化問題に対し、これに関する研究としては初めて量子コンピュータを使用したシミュレーションを利用しての解析を行いました。結果、量子システムのダイナミクスとしては、真空崩壊という事象は確かに起こり得るということを突き止めることに成功しました。まずは前提知識の部分から解説しましょう。アインシュタインが提唱した特殊相対性理論、そしてそれを基本骨組みとして構築された現在の場の量子論における電弱統一理論である素粒子標準モデル、これらにおいては、この宇宙で完全に静止している物質というものは存在しません。わかりやすく言うと、完全にエネルギー状態がゼロの存在、それは観測不可能ということになり、場の量子論のもう一つの骨組み、量子力学では、遮影光順により、観測で初めて状態が確定するという基本原理があるからです。例えばミクロレベルのエネルギー状態は粒子の振動として記述することができます。粒子の振動は熱エネルギーとも関連しており、高ければ激しく、低ければ緩くということになります。つまり絶対零度ならば振動は完全に止まるとも考えられますが、前述の理論上それは起こり得ず、完全な絶対零度に到達することもできません。これはゼロ点振動と呼ばれ、実際に限りなく絶対零度に近づける実験が行われていますが、現在に至るまでこの理論を裏付け続けています。これにより、仮に何一つ物質のない空間であっても、この宇宙は素粒子の量子場としてエネルギーを持つという場の量子論の説明になります。現在では宇宙の加速膨張を説明するために加えられたダークエネルギーも含め、場のエネルギーの総称として真空エネルギーと呼ばれています。そしてこの真空エネルギーもまたカシミール効果などの実証実験により証明されています。さて、そうすると我々の観測するこの宇宙は、基本的には限りなくゼロに近いがゼロではないエネルギー場であるということになります。そうすると、本当にゼロの場、それは観測できないので、量子宇宙論のマルチバース仮説における他宇宙のように、この宇宙においては存在し得ないとする解釈がまず一つ考えられます。しかし、標準宇宙論のビッグバン仮説を説明するインフレーション理論においては、宇宙膨張初期に時空の総転移が何度も起きたということが導かれるため、その意味では宇宙がゼロの状態に総転移することはおかしくないと解釈することもできます。こちらの仮定の上で考えると、その先にとても恐ろしい事象が予想されます。完全にゼロの場が本質的には存在するとすれば、それは究極の安定状態ということになりますね。それを真の真空と呼ぶとしましょう。すると我々の観測するこの宇宙は、それよりはちょっと不安定な準安定状態が規定状態ということになり、偽物の真空、偽真空であるとも言えます。物理学では、例えば前回の動画であった熱力学第二法則で、熱が高い方から低い方へと遷移するように、あらゆる状態はより安定した状態へと移行する力が働きます。すると、もし仮に偽真空であるこの宇宙に真の真空が現れたとすると、ジェットコースターが高いところから落ちるように、場としてのこの宇宙そのものが真の真空に落ちていくと考えられます。仮にそれが観測できるとするならば、宇宙がそこを中心に球体状に高速で侵食されていくとも表現できます。これはこの宇宙の物理法則そのものが成立しない場に変わっていくということになるので、防御や回避という概念自体が通用しません。仮に地球のどこかに限りなくゼロに近い点のそれが発生したとすると、どこで発生したとしても 0.1 秒の半分もかからず地球は時空ごと消滅するということになります。
この事象のことを真空崩壊と言います。ここで高い方から低い方へと言っているのに、初期条件において低い方が高い方へ遷移してるじゃないかと疑問を持たれた方もいるでしょう。これについては量子力学における量子トンネル効果が関わってきます。真の真空と偽真空の間には安定度勾配のポテンシャル障壁があることになりますが、量子は存在確率の広がりなので、ポテンシャル障壁をも確率的に突破します。このトンネル効果により初期条件の矛盾点は解消されるのです。つまり前述の真の真空は存在するという仮定を置いた場合、非常に低確率なものの宇宙的な長時間スケールで考えれば、真空崩壊は理論上起こりうるということになります。これはとても恐ろしいですね。ただ大筋ではそう考えられるものの、真の真空が偽真空でどう発生し、どのように相互作用するのかということについては数々の研究があるものの未解決の問題が多く、その現象論的プロセスを明確にモデル化するというまでには至っていませんでした。今回の研究チームはこの問題について量子コンピュータを利用しての初めてのシミュレーションを行いました。既存のコンピュータを用いての理論物理学のシミュレーションは、必要に応じて各種の定数、変数、方程式を導入してシミュレートするという方式であり、仮説や理論に応じて条件を変更することで謎を探求していくという作業になります。そのため今回の真空崩壊のように不明点があまりに多い場合、言ってしまえば当てずっぽうで詮索していくという形になり、矛盾するような結果が得られたり、条件のわずかな違いで結果が大きく異なったりして、余計わけがわからなくなったりします。そこを新たな理論や実験による知見で結論を絞っていくことになるのですが、不明すぎて明確な理論が立てられなかったり、実験もできないようなこういった問題については、どうしても何とも言えないという結論に収束してしまいます。しかし本質的に不確定で、それでいて確かに巨視的な現象の根幹であるという性質、量子システムのダイナミクスをそのまま用いたシミュレーションならば、その結果から逆算して既存の知見を拡張して説明のつく結論を導くという、例えるならば管理者モードでゲームを攻略するみたいなことができます。これは量子宇宙論の大家の一人ロジャー・ペンローズが提唱した構想となりますが、ようやく量子コンピュータの性能がそれができる段階にまで到達したと言えますね。そんなわけでこの問題では初の管理者モードシミュレーションの試みの結果となりますが、真空崩壊は起こりうるという結果が得られました。シミュレーションは D-WAVE 社の5564量子ビットの量子アニーリングマシンで行われました。量子アニーリングとは日本語訳では量子焼きなまし法とも言い、量子の重ね合わせの特性を利用し、巨視的な帯域界の探索と量子の領域の局所界の探索を同じマシンで行い、量子トンネル効果の応用で局所界を避けて帯域界の最適解を求めるという、確率論的に最適化問題を解くのに特化した量子コンピュータのアルゴリズムのことです。これにより真の真空は偽真空の中に出現する泡のようなものとしてモデリングできます。そしてその泡は確かに発生し侵食していくという解が最適解であることが示されたのです。簡単に言うと、現状考えられる最も精巧な宇宙の規定状態を模したシミュレーションで、真空崩壊はおおむね従来の予想通りの事象として起こりうるということが分かったということです。そして数理解析の結果、この泡同士の境界ではこれまで考えられていたよりも非常に複雑に相互作用が絡み合っているらしいことも分かりました。これは従来の真空崩壊の研究結果と比較して、真空崩壊は起こり得るということを示す強い結論であると言えるでしょう。つまり我々人類は科学の発展により万難を排して存続し続けることを可能にしたとしても、数百、数千万年以上の長い時間スケールの中では、ある日突然なすすべもなく一瞬で消滅する可能性を常にはらんでいるということになります。なんだかとっても儚いですね。とは言っても、これが実際にこの宇宙で真空崩壊が起こるという証明にはまだなりません。これはあくまで真の真空が存在しうるという仮定を一段置いての結論になるからです。先ほどの前段でも言った通り、エネルギーがゼロの状態というのはあってもなくても同じこととも解釈できます。要するに遮影光順を原則通り適用すると、
観測できないものは存在ではないと言えます。いわば観測できない存在により起きる現象を観測することが現実になると言っていることになるので、ちょっと何言ってるか分かりませんねとも捉えられるわけです。そういう意味では真空崩壊という現象が起こり得るのかどうかということについては、今回の結果をもってしても結論はまだ非常に弱いということになり、結局のところまだ何とも言えないということになるのですが、今回の研究で抽出された複雑な相互作用からまた再び逆算をしていけば、これまで分かっていなかった新たな量子システムについての理解や量子コンピュータの効率化につながっていくことが期待できます。今回の知見が次にどんな新しい知見を生むのか、今後が非常に楽しみですね。真空崩壊は起きるのか起きないのか、次にどんな学術知見につながっていくのか、あなたはどう思いますか？ぜひコメント欄に書き込んでいってください。今回の研究論文は現在ネイチャー誌においてオープンアクセスとなっています。どなたでもご覧になれますので、より詳しい内容を知りたい方はぜひアクセスしてみてください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は我が国における科学知識の一般理解及び科学知識のエンタメ活用を推進するプロジェクト PSN インほとばしる科学講座とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。